はいえー、今回のメンバーシップ情報なんですけども、まあ、新型コロナウイルスっていうのがねもう2年以上経ってもう新型でも何でもないわけなんですけどもいまだに新型なんとかがんとかって呼ばれたりねおみなんとかって呼ばれたりしてます、まあ、こちらの方なんでね感染拡大が収まらないのかっていうのは前回もお話したようにお金が絡んんんでででるからなすすよよねねいや困ったもんですよ、ね、だってこのねほとんどの方が無症状 そししして重症化しないしかも無自覚つまりはもう鼻がすんとも言わないのに陽性だっていう判定が下ってそれが感染者の1名に数えられるんですよ。ですんで今日は東京で1万何千人って言ってもねほとんどの方が検査を受けけてとりりあえず陽性だったけどもも何の問題もない人ばかりです、ね、一部の重篤な人をクローズアップしてみんながそうなるんだって思わせるのが立ちが悪いところですよね何なんでしょうね。 まあその中でねこの陽性判定に積極的に関わっている一般人の方がかなり多いのはなんでなのかなということですけども実は今回のメンバーシップでお知らせする内容っていうのはね以前お話したんでもう言っちゃいましたね、まあ、保険があるんですよまあ俗にコロナ保険ですこれね毎月何百円かで入れるんですけども陽性になると 10万円出ちゃうんですよ。だから、保険に入って、わざと感染リスクを高めておいてね、何回も検査を受けて、たまさま陽性だったら保険をもらいに行くみたいなことがね、横行してるんですよね。まあ当然ですけども、保険会社、こんなことやられたらたまったもんじゃないんで、保険料が大幅値上げになりました。その中でも、まだね、値上げしてないところがあります。それをメンバーシップでお知らせします。もうこれね、 一般公開動画にししちちゃゃうう、と、多くの方が利用しちゃうそんなことがありますんでメンバーシップの方だけに得してほしいんでねまあ情報として知っておいていただきたいと思います、えー、今回ね保険料はねなんとね小銭です340円それで10万円もらえるんだからいいでしょまあこれを機会に家族全員で入って1年間ぐらい入りっぱなしにしといたらどうでしょうかリスクリガード的にはかなりいいと思いますよ もちろん保険料払って何もないっていうこともあると思いますけどね。はい、じゃあメンバーシップでお会いしましょう。メンバーシップは月間390円で今回の情報だけ取って1ヶ月でやめるのも OK です。とにかくね、過去のアーカイブでも1件につき何千円とか何万円儲かる情報ばっかりお届けしますんで損はありません。1ヶ月だけでもご確認ください。それではよろしくお願いします。